はい、というわけで最大チャンネルご利用いただき誠にありがとうございます。最大チャンネルのダイスデスモス、はい、ダイスデスモスってなんだ。というわけでね、今回はですね、一体何をするかと言いますと、10月5日、今回はですね、マクドナルドで新たな大復活というものがありました。それでまさしくこちら、でね、45周年記念のテキサスバーガーついに買っちゃいましたってね、私初めてですね。結構なね、みんなの愛で大復活って書いてありますけど、さあそれではですね、早速ご開封してみたいと思いますね。わあ見てこれ、いやーすごいすごいすごい、わあベーコンやらいろいろとね、ほんと思って、ではね早速ね食べてみますか、ほんと思って。バンズがねまたね違うんだよね、いろいろと形が、ほらほらすごいよこれ。いやいやいや、肉厚でジューシーなものをね、じゃ食べてみますか。いただきます。ねえ、ベーコンといいビーフといいね、それとに混ざり混ざってそんなこと美味しいんだよね。ほんとこれなんでしょうかね、これテキサスのなんかタレでしょうか。まあ、とりあえずね、まあバーベキューソース的な、なんかそれ以上のなんか美味しさを感じね。これ何なんだろうね、このサクサクしたやつ。でも結構なうまさだね。チーズも入ってていろいろとね。じゃあちょっともう一口。結構辛みがね。結構テキサスだからなんか辛いの食うのかなと思ったら、ちょっとピリって辛く感じるぐらいで、あとねなんかシャキシャキ感っていうか、またこれがまたうまいんだよね。うん、でこの厚みのあるベーコン、ではではでは、ちょっと一旦自分が食べたやつを置いておきまして、デデンと、もう一つありますんで、これは何をするかと言いますと、パカッと開いて、まずこちらバンズがありますね。バンズがありまして、そこを開くと、はい、バカンと、おお見てこれ、ベーコン2つベーコン2つがそこを待っていた。そしてそこにあるのは、はい、ペリッと剥がして、ベーコンの中には、おおなんだこれ、これなんかサクサクしたやつがねすごいついてんだよね。なんだこれ、マスタードと何かサクサクしたやつ、そしてバーベキューソース的なそういうやつがありまして、はい、次その下はバンズになってるのでちょっと剥がしますね。で、はい、剥がしました。そして次はでかい、デンとでかい肉が入ってて、そして最後とどめは、うん、下にチーズが入ってますね。これね意外とね粘着力があって結構ね剥がしにくいという感じですね。いやにしてもかなりの美味しさを求めていますね。やっぱりね、あのね某芸人とかがね、ああやってね、なんだ某芸人とか某アイドルがね、美味しい美味しいって言ってもさ、なんか演技力でさあるって思ってさ、なんかましてあのね総監督とかさ MC とかさ、いろいろとやってるから、なんかいろいろとなんかそういう演技力があるから、そうやってなんかあんまり信用できなくなっちゃうんで、やっぱりね僕たちはこうやってね伝えなきゃいけないからね、何言ってんだ俺はって話だけど、じゃあちょっとね最後に一口ボリュームがあるね。うん。で、皆さん一つ言えることは、これね、タレの奇襲お気をつけください。本当で、もういろんなとこやられてます。こことかこことか手とかね。というわけで、今回はですね、このテキサスバーガー大復活を遂げて。美味しさがねかなりはありましてね、ボリュームあって、いやいや2個買っちゃったけど、これ多分ね、うん、お昼と夕食になるわすっごいねこのボリュームの量だからね。そしてしかもさっきポテトとさコーラ行くと帰り道でさ食べちゃったからさ、結構な量になっちゃって、だからこれはまあ M サイズもいいんだけど、やっぱり L もね、うん、食べたい人にはね L がいいかもしれないし、こういうなんか言いたくないんだけど、小柄な人はM でもなんとかいけるかもしんない。
というわけで評価はですね 4.5 でございます。残りの 0.5 はって言いますと、まあこの美味しさでちょっと、うん、なんだろうか、なんだろう、小腹な人でもあれ、だってさ、あのもう一人いたじゃないですか、 MC とそのアイドルともう一人なんかガリガリな芸人さんいましたよね。あの人でさえ、あの人でもこれ食うのに1日かかると思いますよ、これだとこの量だと。だからね、そういうなんかガリッガリな人でもなんか食べれるような味にしときたいなっていうのはね、ボリュームすぎてあれ全部食べるの大変だと思うんでね。というわけで量の多さで 4.5 になりました。で量が、まあ、少なかったでも5まではいかないと思いますけど。というわけで、最大チャンネルご利用いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。